おはようございます。おはようってわけでもないんです。ちょ、あとこれ何も見えてないのか。すごい寝癖。寝癖すごい、なんかちょっと中村アンみたいじゃない？最近寝れなすぎ、爪かわいい、寝れなすぎて起きなきゃいけない時間が来てしまった。まあ別に学校も何もないんで、学校も仕事もないので、あの起きなきゃいけない時間とかは私の概念として存在しないんですけど、本来、まあ、ただあの人間としてちょっと、もうちょっと寝れないし、ちょっと活動始めようかなと思うので、モーニングルーチン、そんな日のモーニングルーティンじゃない、ナイトなんだよな、まだ私の中で寝てないから。ナイトモーニングルーティーン、何それ。わたげチャンネル、ポイティ。痛い、最近ほんと寝れなくて、どうしたらいいんだろう、マジで。やっと顔の腫れは治りました。いや、言うて治ってない、なんか戻らない。これはね、太っただけ。顔を洗おます。やっぱアーニャみたいになっちゃった。顔を洗おます。もう肌荒れすぎだって、ザラザラだって。洗顔において痛いっていうさ、工程存在するのやばない？なぜ新常識世界の、もう寝てないから全然喋れる。すごいの、あの一体人類ってさ、人類って一回寝たら語彙リセットされるじゃないですか。せっかく人とさ話す機会があってもさ、で語彙が不安定もさ、寝たらまたすぐさ喋れなくなっちゃうからさ、もったいないなと思ってたんですけど、今日は寝てないからもう止まらない声が、鏡びしゃびしゃなんだけど、なんだ、床もびしゃびしゃ、私顔洗うってこと、何、水浴びしてんの、ゾウ。朝はもう、ね、決まってないんですけど、これ化粧水ちょっとかけすぎなのかな、別に。家出る。ちょ、もう荒れすぎだ。30分ぐらい TikTok 見ちゃった。もう、いつもさ、もう朝起きても思考停止状態で、そのままこう、ネットを抜くて、何リサーチ、インターネット、もうマジ依存しちゃったよね。ほんと。だからでもなんか、脳がやられた気がする。なんで？これどこがモーニングルーティーンだよ。今日ね、一個予定は決めてて、まだ教えないんですけど。それまでちょっとまだ時間があるので、でも寝るにしてはちょっと時間がない。ああ、うざい。うざいとかよね。で、ちょっと朝ごはん調達しに行こうかな。さあ、帰る。なんかさ、ずっと家引きこもってる時のはずなのに、めっちゃ返さされてんだけど、何これ。いるじゃんじゃん。いるじゃん。朝ごはん買い行く前に、田中みな実の中に。これで私は田中みな実。胸を張って外に出れるわ。ラッキー。何言ってんでしょうね、それから。はい、ということでね、あの珍しくまだ外が明るいうちに家から出ることに成功しました。絶対に最高の朝ごはんを食べたい、その強い気持ちがこの生粋のインドアである自分自身をも突き動かしてしまう。これぞ、アートですよね。あのただね、あの私ってあの家を本格的に出るまではその目にその異物を入れたくないっていうその謎のこだわりがある上、ちょっとコンタクトを入れずに外に出てきてしまったんですね。そしたらちょっとあの全く周りが見えなくてですね、ちょっとそこらを歩いてるのが果たしてそれ人間なのか犬なのかもわからない。ちょっとそんなね、ちょっとあのぼやぼやな世界をなんとかこの目を凝らしながら、時々ちょっとメンチを切りながら歩いて、無事に帰ってきた。
あっつ、汗だくなんですけど、もう食べてるんですけど、なんか自分って熱いよな。なんでこのものが定着したんだろう、このもの。よし、買ってきたじゃん。これウーバーじゃないですからね、ちゃんと買いに行きましたからね。あ、これでいくら得したんだろう。ラッキーサンドみたいなの温めてもらったのと、これはスタバじゃありません。これもコーヒーも買って、なんて優雅な朝なんでしょう。もう寝なくてよかった。あと昨日の夜ご飯に残ってた、最近ブロッコリーハマってて、ブロッコリーとあとお惣菜のイカです。なあ、どういうラインナップなんでしょうね。いただきます。ちょっと待って、うち朝から明るすぎない今日。ああ、楽しい。うん。さっきさ、これ買いに行くために外まで出たら、横断歩道の前で一人で、めちゃめちゃこう、サイドステップ踏んで信号待ってる人いて。手はこうじゃなかった。手は下ろしてる。それ見てすごく元気になった。ああやってなんか周りにポジティブな影響を及ぼす人間にね、人間がね、本当にはびこっていくべきですよ、この世の中。今は？あ、うん、ノンストップ回ってる。ん？ノンストップ回ってる？あー、テレビショッピング。トゥプレイダナザウェイ、アルマイトゴー。今日はちなみにこの後、美容院に行こうと思ってて、予約したので、行ってきます。もう結構、前染めた時からもう、伸びちゃって、色も抜けちゃって、もう、ここの色全然違うっしょ、やば。しばらく顔が腫れてたもんで、もうなんか外観とかどうでもいいやと思って全然気にしてなかったけど、そろそろちょっとやばい。誰に見られなくても、美意識高めてかなあかんやんと思って、髪染めに行くことにしました。パン！大好き！最近ちょっと小麦食べると私お腹壊すのと、あと肌が荒れるんですけど、ちょっと最近小麦と取りすぎてもいいの。幸せだから。朝はゆで卵よな。なんか私最近ハマってる動画があって、これ前も言ったっけ、外国人の方がその日本に来て、その日本のコンビニのご飯を食べて、なんかめっちゃその何でレビューするみたいな、とりあえずセブレブなんかランチみたいな感じで、なんかグミとか食べて、あ、お前かだからなんかおにぎりとか海苔とか結構難しくて巻くの、あ、青、甘いだ。で、なんか、みんなね、あの、卵サンド？サンドイッチの卵サンド、あれみんなめっちゃ感動すんのよ。感動してくれてんの。うん、あれ、それをみんながもう大好きで、結構前からずっと見てるアカウントがあるんですけど、やっぱ誇りだよね、日本のコンビニは。もうさっきさ、スタバ行ったら、まだ朝の時間でギリ。だけど、サラリーマンの方がいて、めっちゃいびきかいて寝てて、本当にその人にどういう経緯があるのかわかんないけど、社会人って大変なんだなって。ごめんなさい、私なんかなんか。今日美容院行くためだけのやつが、こんな、コーヒーとパンとセットで買っちゃってごめんなさいって。まあそんなことは全然思ってないんですけど、誰のパンを買う権利はある。やばい。結局寝てる。結局寝てもうた。あと30分で入れなきゃいけない。でも美容院はさすがにすっぴんで行きたくない。あのすっぴんで鏡見てると嫌なんで化粧します。やらかしたやらかした。めっちゃ寝てた。職場寝れるんだよな。結局起き上がって、もう優雅に準備しようと思ったのに全然時間なくなった。髪はやんなくていいから顔だけ。はい、はいはいはい。視力獲得。なんだこの前髪。急げ、急げ、急げ。今日の、美容、行く美容室は、なんだ、挑戦するなんか、新しい美容室じゃなくて、いつも結構もう長い間、お世話になってるところなので、全然緊張せずに行ける今日は。マジ。今日はリラックスモード。なんか前回はなんか、もういつも私直前に予約するからさ、僕が空いてない時は、なんか全然違うとこ行ったりするんですけど、そういう時はまじ緊張でお腹痛くなっちゃうけど、今日は大丈夫。今日は傲慢感の心配なし。おトイレだって行ける、途中で。もういいか。なんかやっぱまだ腫れてない？太っただけか。もうめんどくさいな。メイク久しぶりだから何すればいいか分かんないから、ちょっと全然もう何もしてないわ。いや、待って、あと10分なんだけど。
ってきます。帽子めっちゃ汚いんだよね。なんで？ボイティ。美容院というコミュニケーションの戦場へと足を踏み出すことに成功、渡辺選手。ただね、まあ、今日行くところはもう多分もう3年前ぐらいから行ってるとこかな、なんですけど、まあ、ただそのいくらね、そのいつもお世話になってるってことはいえ、ちょっとやっぱ緊張してモテるよね。ちょっとごめんなさいね、ピュアなもんで、なんせピュアなもので。ほんでさ、私のその美容院行くとき、てか特に夏、いっつもさ、この美容院にこの向かうまでのその途中で、そのいかにこの汗をかかないか、これめっちゃ気になっちゃうじゃないですか。もうそのさ、なんかその汗だくの状態でさ、その美容院で髪やってもらうの、なんか申し訳ないやん。だから、ね、ちょっと今日はね、こうやって汗を拭きつつ、もう最新の注意を払って、もう全ての毛根と全ての毛穴に、もう絶対に汗出すなよって、こう強く念じ、集中することで、これ人間っていうのは不思議なもので、やっぱこうやってこう言い聞かせ、この念じること、やっぱこれ大事なんですね。こんにちは。お願いします。あ、汗だね。はい、無事に着いたみたいで、ちょっと所定から今日追ってますけれども、あれね、さっきね、散々言い聞かせをしたので汗がね、もう自然とこれかかなくなってく。はい、結局汗びちょびちょにてゴールインですね。さっきの念の意味なしということで、もうこんな汗だくで入場を果たしたこの女にちょっと気を利かせていただいて、扇風機を装備していただきました。ありがとうございます。で、今日カラーしていただくんですけど、で、私今までずっとね、その髪色のオーダーで、もう毎回髪の赤みを抹消してええ感じでお願いしますっていう、スーパー大雑把なオーダーしかしてないのに、でも毎回ね、いい感じのオリーブ系、もう毎回その赤みを抹消する色をずっと入れていただいてたんですけど、赤みはもういいや。あ、っていうのも、私前回ね、前回のカラーを別のね、初めて行った美容院でしてもらったんですけど、その時に、なぜか今までね、ここの美容院でずっと赤みを消してもらっていたその髪に、その何を思って、その前回の美容院で赤色をぶち込んでくださいって私がオーダーしてしまい、そのね、コツコツ赤みを消していたこの髪に思いっきり赤みを足して今回カムバックしてしまったもので、ちょっと若干気まずいという思いはあるんですけども、まあ、ただね、私そんなもともとそんな髪色にこだわりがないのと、まあ、こだわりがあったところでそれを伝えられるコミュ力もないので、じゃあそれじゃあまたも髪色はね、もうそれでっていう、もう全投げお任せスタイルでお願いすることにしました。カットはする？なんていう顔してるんですか？じゃあどうしようかなと思って。大丈夫か？はい、はい、じゃあ止めます。もうお前に意思はないんかっていう、本当にもう全部投げやりスタイルで本当に迷惑かけなんですけども、まあまあ無事 Y のね、今からの髪の方向性も決まったところで、ようやく一安心。もう持ち込んでたね、この水とコーヒーのダブルパンチでね、存分に水分を取っていきます。ちなみに初めて行く美容院では私ほとんど水飲めません。なぜかっていうと、おトイレの申告、おトイレ申告のする勇気がないから。ああ、まあまた水飲んでますね。どんだけ飲むんでしょうかね。ほんでさ、こういう美容院でこの改めてその自分の鏡見るとさ、なんか自分の家ではまともに見えてても、美容院の鏡で見るとさ、その自分のメイクの雑さみたいなの、おかしい、ここおかしくないみたいなのがすごい目立って、すごい帰りたくなるよね。はい、ということでカラーが始まりました。どういう表情なんでしょうか、これは。無ですね。はい、いつもこんな感じでやっていただいております。ちょっと喋ったね。ただまあね、皆様ご察しの通りというか、私はね、この美容院でこうベラベラおしゃべりできちゃう、ワンマントークショーを開催しちゃうタイプでは、まあ、なくて、基本無瞑想っていう感じのタイプなんですけれども、まあ、そんな私の性格もちょっと組んでさせてくださって、基本的にはね、この工程の中でもうめっちゃ喋り倒すみたいなことはまあなくて、すごく穏やかな空気の中、私の髪が色づいていく様、趣深しという感じですね。ほんでよくね、コメントとかその DM で、わたげちゃんは美容院とかネイルサロンでの会話とかどうしてますかみたいな、私すごい苦手でって質問をよくいただくことがあるんですけど、まあご覧の通り喋ってません。
喋ってないんですね。まあその鏡の中の自分と対峙する時間、そんな感じです。解決したでしょうか。まあ、っていうのはこういうね、美容院とかネイルサロンとかもそうなんですけど、まあ、私はもうほとんどずっと固定でもう同じところに通い続けてて、だからもうあ、この人はもうそんな喋らない人なんだなっていう、なんかそういう枠、その喋らない人枠っていうか、まあ、おしとやか美人枠っていうか、まあ、なんですかね。で、多分もう分かってもらえてるので、まあ、だからもう基本、まあ、ちょっとは喋るし、まあ、ちょっとは私も喋りたい。なんか、なんていうんだ、その人と関われるっていうの、貴重な機会だし、喋りたい。でもそのなんかめっちゃその質問攻めに合うとか、初対面でその緊張しまくって、コミュニケーションでその事故って、その交通事故並みにその心に重傷を負って帰るみたいなことはまあ基本なくって、なので私も心穏やかに過ごしてるんですね。あ、すごい髪がピンクに染まりました。はい、またもちょっと顔がちょっとどっか異世界にちょっと意識飛んじゃってるのかなっていう感じの顔してますけども、とても心安らかなりの状態ですね、これは。まあちょっと考えてみれば、こうやってさ、その美容院とかネイルサロンとかで、そうやってなんか心をもうバチバチに緊張せずに心安らかに行ける場所を見つけたって、もうこれだけでさ、だいぶもう人生勝ちみたいなもんなんですね、私にとって。だってもうそのさ、髪を切るなり染めるなりなんて、その人生でも今後もずっとつきまとうものじゃないですか。もうその度にさ、もうなんかコミュニケーションがとかって、もうその度に困ってたら、もうなんかもう美容院なんて行けたもんじゃなくなるし、もう そうなったらさ、もう自分で家でその丸刈りにするしかなくなってしまうじゃないですか。まあ、っていうことはね、もう私が今この坊主以外の髪型ができてるっていうのは、もうこの美容院のおかげってことですよね。本当にありがたい。まあ、ただね、そのさっきも言った通り、時々ね、その予約が取れなかった時とかは、違う初めての美容院に行く時も時々あるんです。それがね、もう大関門なんですわな。これが本当に。ただね、前なんか DM で、おたけちゃんホットペッパービューティーなら予約するところで、なんか静かめに、なるべく静かめに過ごしたいですみたいな記入欄があるんで、なんか事前にその伝えれますよみたいな。なるべく喋りたくないこと伝えれますよみたいな、お導きを前教えていただいて、私もそれ前からね、その基本ホットペッパービューティーで予約してるから、それ使って本当にありがたくね、使わせてチェック、いつもチェック入れさせていただくんですけど、ただちょっと私というひねくれ者はちょっとそこでも思ってしまうことがありまして、そのなんかなるべく静かに過ごしたいにそのチェック入れて、その予約して、でいざまあその当日向かうじゃないですか。そしたらさ、その美容師の方にさ、あ、この人噂の静かに過ごしたい人じゃん、確かになんかちょっとなんか喋らなさそうな感じとか思われるんじゃないかとか、つかそもそもなんかそのさ、なるべく静かに過ごしたいっていう意思を伝えてるってことは、なんかその美容師、あなたとはもう喋りたくないですみたいなのをなんか先に宣戦布告してる感じに捉えられちゃってないかなとか思ったりしたら、なんかもういろいろ考えてもうて、なんか私なんかそういうなんか見知らぬ人にさ、その自分の性格というか、その意思とかがなんかそのなんかその自分の内面の部分をそのあらかじめその提示した上で、その上で対面するってなんか恥ずかしくって、わかる人いません？これだからさ、そのマッチングアプリとかもそのなんかあらかじめその自分の趣味思考をその相手に散らした上で、そこから初めましてするって、なんかすごいなんかハードル高くない？と思って、なんかちょっと恥ずかしくなっちゃうんだよね。これうちわかる人いません？考えすぎですね。ちょっとごめんなさい、黙ります。まあどっちにしろ、ちょっとなんかそういう初対面とかはもう気にすることがもう多すぎるからダメなんですよね。もう何年も赤みを抜くことだけを考えて、うんうん、そうだよね、赤みを。でもさ、なんか前に一番好きな花だけ出てるなんかドラマ見てた人います？なんかそのドラマの中ではさ、なんかその逆にその初対面の人の方がなんかもうその後、初対面の人でももうその後会わないって、もうその後一生自分と関わらないって分かってる人にはもうその場っきり、もうそれっきりだから、もう振り切ってコミュニケーション取れるみたいな、初対面の方が逆に取れるみたいな話をそのドラマの中でしてて、そういうタイプの人もいるやん。これまた難しいところなんですわな。でも私も多分時と場合によるのかな。
え、皆さんはどっち派ですか？どっちの方が多数派なんだろう？ちょっとぜひなんかコメントとかで教えてください。その初対面いける派か無理派か、はたまたあの俺はもうその初対面とかもどうでもいい、初対面とかそんな関係なく誰とでもコミュニケーションバリバリ取れてまうよ派か、まあそんなコミュ力要件はいないか、そんな人はの私の動画までたどり着かないですよね。まあここにはそういう人いないですよね、きっとあなたも違いますね。ね、早いよ、もう8月です。そうですね、なんか免許取り行こうかなとか思ったんですけど、なりません。あら、しなかった。来週月だけ抜いて、今ちょっと晴れてます。なるほどね。え、でもそんな晴れてないね。本当ですか？なんか、あ、でもやばかったです。だいぶ引いた方で。あ、引いた方か。はい、なんか抜いた直後すごいよね、あのハムスターみたいなですね。はい、で、そうですかね。はい、お疲れ様です。はい、ということでこんな感じに仕上げていただきました。あら素敵ですね。もうちょっとこれはぜひ外に見せびらかしていきたい所存ではあります。もうこれぞ都会の美人といった感じでしょうかね。あーもうルンルンですね。あーもうにこやかね。いやちょっとおじさんに見られてましたね。はい、ちょっとこと戻ってしまいますが、でもあすごく楽しそうです。プリティ、はい、実家です。やっぱまだ晴れてんな。帰りにね、久しぶりになんかピラティス体験できるとこあったんでピラティスに行って帰ってきたんですけど、あの髪染めたてだからさ、で久しぶりだからもう滝汗かいちゃってさ、で髪染めたてだからもう汗が全部ピンクでさ、これも全部ピンクでさ、あそれはちょっと思ったんですけど、ピンクの汗がダラダラ垂れちゃってめっちゃ恥ずかしかったよね。まあということでね、まあでまあ今日洗ってもらったから今日はもうお風呂入んなくていいし、ここからここは入りますけど、髪を乾かさないということ、髪を乾かす工程がないということはもうとても風呂ダリダリ界隈としては助かるっていう感じの美容デーでした。ね、あの髪を染めて生まれ変わった私はですね、あの自炊に挑戦しようと思い、なんかサラダ、サラダ、すごい近いサラダ、近いサラダと生春巻きを作ったみたいですね。あなんて格好なんでしょうか。せっかくあのすごい今髪色が可愛いのに、あの特にどこにも見せる機会がなくてですね、あのすごくあの承認欲求が迷子という感じなんですけど、まあ、まあそうなんで、なんだったら顔の腫れが引いたところで、その自分の外見を磨いたところで、私がそれによって及ぼされる影響なしだもん。だってあの他者と関わらねえんだもん。どうしたらいいんだ。だからこうやって SNS にあの発信してるんですね。ありがたい。ネット社会万歳ということで。で、あの私はあのこうやって自炊しながら、あのこうやってあのご飯を食べながら、あの YouTube をパソコンの大画面で見るという日々の日常、そういうささやかな幸せをもとに生きています。あ、ほんでこれは最近ハマってるドレッシングの紹介ですね。ありがとうございます。もう最近さ、その最近さなんだ、その夏休み引きこもってるストレスをさ、このなんか食でそのジャンキーなものを食べることで発散するっていう手段にもうどっぷりあのハマってしまって、あのそんでもってあの8キロぐらい増えたんですけど、でもちょっとこのままじゃいかんと、もうこのままだったら自己肯定感も下がりまくるなと思って、最近ちょっとお野菜生活始めてみて、ちょっとまたあの適度にあのちょっと健康的にはなりたい。ちょっと肌も荒れてきたんで、健康的になるためにちょっとまたあのハッシュタグ丁寧な暮らし心がけていきたいよね。風呂入ってきたにだ。あ、寝ません。じゃあ寝ろよって話なんですけど、まだ寝ません。それなら私は自由だから。なんてんの。さっきまで実家にいて、パパとママ、パパゲート、ママゲート、ピクニックみたいな気持ちで外に出て、別れて東京に家に帰ってきました。もう本当はね、もう最近すっごいお菓子食べたいんだけどさ、なんかこれは本当にね、ちょっと今なんかこれ指紋でちょっとぼやかしてるんで、あの肌荒れ気にならないけど、結構なんか私史上一番ぐらいにあんま寄りたくもないんですけど、普通にニキビがいっぱいできちゃってたから、なんか多分食生活がダメなんですよね。だからあの最近あの砂糖禁止生活してて、もう1週間前から持ってる。すごっ。だから1週間何も砂糖、ね、甘いものを食べないように、食べるとしたらバナナとか芋とかかぼちゃめっちゃ食べてる。
んですけど、そしたらなんか逆にその砂糖を取ってないストレスで、なんかそのストレスで多分今逆に肌荒れてんじゃないかなと思って、だからもう絶対明日食べてやる。ドーナツドーナツドーナツ氷砂糖ドーナツ行こうと思います。ストレスが一番ね、良くないしね、こう発散方法わかんないし、もう夏休みだったらずっと家にいるからもう何もうこうなるしね、どうなってるのかってね。でこの前また Wi-Fi 小事をしに、あの駅最寄りの駅の近くのカフェにただ当てもなく行ってゴロゴロしてたんですけど、ああいう猫寝そべってはないよ。そしたらなんか今の時代の小学生ってカフェで勉強してんの？さ、なんか小学生がなんかドリルみたいなのをタリーズだよ、タリーズで開いてこうやって勉強宿題してんの？今時すぎんと思って、私が小学生の時、まあ、宿題とかはちょっとやってなかったんですけど、やってなかったな、そもそもね。タリーズでしちゃう時代なんだ。時代は小学生がカフェかと思って、いずれさスタバとかもさ、もう小学生のたまり場とかになってったらもうどうする？私たちはどこに追いやられるの？まあ、別に今もスタバに追いやられてる人生じゃないんですけど、別にそういうなんか分際じゃないんですけど、怖いよなと思って。皆さん小学生とか小中学生の時夏休み何してました？私は、あ、大きいシャボン玉作ってたかな。なんか学校のプールとか開放してたけどさ、なんか上級生のウェイのさ、なんか先輩、その上級生の人たちがさ、なんかこう息がってとか、あのなんかすごいなんかその大きいビート板とかさ持ってさ、なんかこう占領してんだよ、なんかもうってこう、その上級生のビート板でかビート板、でか浮き板がこう流れてくるから、それをこう避けながらさ端っこの方でなんかこう、うん、遊んでたりとかして、すごい肩に狭かったから絶対行きたくなくて、シャボン玉家で飛ばしてたな。あ、でもそっか、大学生はまだあと1ヶ月ぐらい私の夏休みありますけど、あれだもんね、高校生までもう始まるんだもんね。やっぱ、え、秋なの、やば。え、でもだってさ、もうさ、ハロウィンとかのさ、飾り付けが出始めるわけでしょ？てか私、なんでこの喋って寝てないわけ？私何してるわけ今。無事にまあ明日も予定ないし、まあいいか。お付き合いください。で、そう、今日親と話してて、あ、結局今成績ってどうなってるのみたいな話がチラッと出たんですけど、私はもうすぐスワッと反らせたんですけど、そうなんです、もうそろそろ成績が出るんですね。てかなんでさ、その成績を出さずに夏休みのとこを放り込むんだって、そんな学校の制度は本当にもういい申し立てをしたいところではあるんですけど、ずっと、まあ、ただね、私のような、あの、なんだ、あの、何もしてない苦労も、あの、なんだ、あの、勉強もろくにしてないものが、あの、申し立てたところで、私の声だと小さいですけれども、何？だからその、何の話？てかもう最近もうそわそわして仕方ない。なんかもう忘れようと思っても忘れられない。つい頭をね、こう不意によぎってしまう、あの彼の存在、恋かなと思ってるんですけど、そうなんですかね。もう本当にもう成績のことが気になって、まあでもそれでさ、まあ、見たらもうメンタルやられるの分かってるからさ、もうとりあえずもう今はもうな心穏やか、心安らかなりって感じで、まあ、毎日過ごせてるからいいんだけど、どうする、もう二流になったらどうします。だってあ、今眉毛綺麗だからちょっと眉毛見せるかな。明日おでこ使ってるからやめようかな。まあ、あと2週間ぐらいかは心安らかに生きれると思うので、頑張ります。まあ今回単位取れてなかったらもう国外逃げるから。計画してるんで私。国外旅行、旅行言ってしまった。国外逃亡。でも一生永住。どこ行く？そうするんで。っていうのを今アピールしておきますね。恐竜の方見てたらちょっとつぶん、見てたらでつぶんですけど。私、単位もらえなかったら、逃げちゃう。もういなくなっちゃうからね。いいの会えなくなっちゃうけど。ネバーランド行っちゃっていいの？ダメでしょ。なら、ちょっと忖度し作れてもいいです。寝ます。あ、皆さん、もうだいぶ、これさ、太っただけかな。
あ、でもちょっとまだ腫れてます。あ、もう親知らずのやつは完治しました。あの理由のやつをね、別件でちょっと腫れてたのがまだ残ってたんですけど、あの治りましたので皆さんご心配おかけしました。なんか想像以上にすごい反響いただいた、反響いただいたというか、あの反響があって、あの申し訳ない、なんか心配していただいて本当にありがとうございます。元気です。まあ多分夏休みがね、明ける頃までにはね、まあ、シュッとシュッとなって、あのまた腫れが引いてシュッとなってるはずなんで、まあ、あの学校で元気にみんなに会えるかなって。会う人いなかった。あるっていうか、なんかすごい夢の国みたいな学じゃない、なんか大丈夫、ちょっと夢にこんなの出てきたらやか、悪夢ですねそれは。